トヨタカローラ南岩手は17日、花巻東高女子公式野球部、岩手の活動を支援するためのクラウドファンディング、CF、花巻東高等学校女子公式野球部を応援しよう、を実施すると発表した。花巻市内に本社があるトヨタカローラ南岩手では、これまでも地域貢献活動に力を入れてきた。 高校年代へのスポーツ支援のため同士 F を実施することを決めたという。目標金額は100万円で集まった資金は部員の野球用具購入費用などに充てられる。同部の沼田昌司監督は、本当にありがたいお話ですね。女子野球は、まだまだマイナーなスポーツ。支援をいただきながら皆さんに発信し、女子野球の発展に貢献していけたらなどと語っていた。